でもまあこれがね、はい、なんでしょうね、僕がさ風景をメインでやってれば多分いろいろとじゃああっちこっちってなるんですけど、はい、すいません、力車ガールズメインでやってます。トーク番組みたいになってます。あ、もうトーク番組。今日のスペシャルゲストは、今日のゲストはで、はい、ゆかちゃん。はい、ゆかちゃんで、ゆかですっていう感じですね。はい、そうです。すごかったんですよ。今やっとリクエスト止まったっていうか、皆さんコメントしてくれるのすごい嬉しいんですけど、やっぱ責任を感じるわけですよ。で、ゆかちゃん、で、ゆかちゃんが出ないのって言われて、すごい辛かった。嬉しい、でも。すごい辛かった。辛いっていうかプレッシャーでした。電報院通り。はい、電報院通りです。江戸時代の町並み再現した通りになってます。前に反対側のにぎやかな町、はい、行きましたね。あれ通りましたね。はい、繋がってます、あっち側と。そうですね、向こう、ちょうどこの向こう側が実は反対側で、反対側になってます、はい、中見世通りを切れないのでね、地道。そうなんですね、行かれないんですよね。なのでちょっとぐるーって回らないと、一直線では行けないんですけど、はい、なんか美味しそうなとこ行ったんですよね。あ、もう本当に私このいちごスムージー大好きです。そうなんですね。もうじゃあおすすめです。じゃあやっぱりゆかちゃんのチャンネルを作って、はい、食べ歩いてもらいましょう。食べ歩きの、はいはい、そっちでは食べ歩きの情報系で行きましょう、はい、そうですね。でも割と今日は結構人が多いですね。いや今日多い、びっくり。3連休の初日だからやっぱり。パンダか。あ、そう、大宮さんのあれなんですよね、この大宮さん。あ、そうです、そうです。こんな感じ。こういう狭い道も、はい、ね、この左側の手ぬぐい屋さんです。そう、この間うまく撮れなくて、ね、かわいいです。こんにちはです。すみません、撮影します。木が10本並んでて、はい、土で締めてるので糸し富士って言って、あ、富士、それで富士屋さん、はい、富士屋さん、はい、糸し糸に送る手ぬぐいって言われてます。ちなみにそれもかわいい、糸し富士、糸し富士の、はい、はい、そして忍者シューズです。はい、忍者シューズ、この忍者シューズは、はい、エアーが入ってるので、たくさん走っても疲れません。そうなんですね。このお祭りの中屋さん、はい、中屋さん、ここで忍者シューズ売ってます。中屋さん、忍者シューズの欲しい方は、ゆかちゃん越しの中屋さん、ここに忍者シューズいっぱいあるので、忍者シューズがいっぱいあります。忍者シューズ、はい、僕この間も行ったんですけど、はい、実はこの番組を始める前に自分が出演する予定だったので、はい、忍者のコスチュームとかを揃えたんです。海外向け、そう、海外向けに、はい、やっぱり人気は何だろう。あ、忍者だ。そう、忍者だ。日本といえば忍者みたいな。すごい安直な考え方ですよ。だから忍者、はい、もう忍者シューズは履き慣れてるんです。お祭りが田舎であってです、ね、あ、そうです、はい、僕毎年入ってた、ちっちゃい頃から入ってるんで、なき慣れてます。お、来ました、こちら、来ました、来ました。ちょっとバックします、はい、じゃあ正面の赤い建物見えますかね、はい、こちらが七福神って皆さんはご存知ですか。さあどうでしょう。イエーイ、なんか今きっとコメントが来てます、はい、はい、七福神、七福神って言って7人の神様が、はい、の集合体、神様たちの集まりを七福神って言うんですけど、はい、ここの赤い建物の中に弁財天さん、弁財天、唯一の女性の神様が祀られています、はい、で、弁財天さんってどんなご利益があるのかなっていうと、技芸上達、技芸上達、はい、例えばスポーツしてる人だったらスポーツがレベルアップ、はい、スキルアップできるよっていうご利益があります。自分がやってることに応じてちょっとこれはお願い事を、はい、するんですね、はい、で、ここの弁財天さん、はい、弁財天って、あ、でも漢字難しいかな、はい、漢字で弁財天って、はい、弁当の弁に、弁当の弁に
財宝の財、はい、に天丼の天、天丼の天なんか美味しそうな名前ですけど、弁当の弁に財宝の財に天丼の天で弁財天って書くんですけど、はい、こちらの弁財天、弁当の弁に、はい、才能の才に、はい、天丼の天って書くので、はい、より一層のスキルアップがあ る, あるよって言われてます。だから何か、まあ、例えば映像とかだったり、はいはい、編集のスキルアップしたいなってことだったら、はい、ここで今日手合わせて、弁財天さん、はい、手合わせスキルアップです。スキルアップで、はい、その右奥、鐘見えますかね。はい、ね、映るから、あ、映りました、はい、あ、映りました。あの鐘が、はい、時の鐘って言います、はい、今私たち時計がこういう風にあるので、はい、あのゴーンって鐘を叩いて知らせなくても自分たちで分かるんですけど、はい、昔は時計がなかったので、はい、あの鐘を叩いた回数で時刻を知らせていました。アラームみたいなもんです、ね、はい、アラームみたいなもんです。ちょっと小話なんですけど、はい、おやつって言葉あるじゃないですか、はい、おやつって昔の人は朝ごはんと夜ごはん2食だけでした、食べるの。あ、そうなんです。そうなんです。でもお腹空いちゃうじゃないですか、お昼ごはん。空きますね。空いちゃいますよ。私ももう朝ごはん食べて、はい、もう夜までちょっとあれなんで、真ん中にいっぱい食べないとお腹空いちゃうんで、はい、そうなんです。もうお腹空いちゃいます。それは空きますよね、はい、2食ですね。もう大食いなんで、ちょっと今なんか何言ってるのか自分で分からなかったで、あ、そう、そう、あの大食いです。はい、はい、で、なんで、はい、じゃあ話を戻します、はい、そうで、3時頃、今で言う3時頃に、はい、あの鐘が8回叩かれる八つ時っていう時間でした。はい、八つ時、はい、だから8回叩いたら、はい、八つ時だからちょっと軽食を食べようってことで、はい、3時の八つ時だからおやつって、はい、そうなんですね。そうなんです。全く知らないだからあの鐘、今ちなみになんですけど、はい、あの行く年来る年って大晦日のジョヤの鐘鳴らす番組とか、はい、あと毎朝聞けます。そうなんです、はい、朝、あ、ちなみにお鐘の聞いたことあります？実際に去年の大晦日、はい、ここで年越ししました。ここで、はい、あの力車のメンバーと、すごいいい年越しここでもういっぱいみんなが鐘を聞いて、ね、はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤーみたいな感じカウントダウンしたんですか。はい、しました。いや、おしゃれ。ここで鐘を聞きながら、1年後にカウントダウンするときには取りに来ます。はい、もうぜひぜひぜひ。まだ1年近くあるもうまだ今年始まったばっかりですけど、でももうあっという間に2月も、そうですね、3分の1ぐらいもう過ぎましたもんね。そうですね、あっという間ですよね、ま、はい、今日は2月の本当何日ですか。今日 11です、はい、実際の公開はかなり後ろになっちゃいますよ、すいません。いや、もうこれはだって次のちょうど公開されるあたりに、はい、今度あのショートカットバージョンの、ショートカット、そうなんですよ、撮影をきっとしているはずです。そうなんです。それを考えて放送しています。うわー、浅草寺です。そして二天門です。いや、すごい二天門。ちょっと回ろうかな。あ、大丈夫です。大丈夫です。はい、大丈夫。そうなんです。二天門は国の重要文化財です。あ、そうなんですね。この時間だ、あ、この時間だ、夜の時間だと、はい、スカイツリーが、私この、あ、ここ夜スカイツリー見えるんですか。ライトアップの、あ、そうだそうだ、キラキラがより一層キラキラ、今はもう晴天でキラキラなんですけど、はい、夜はまたちょっと違った感じ。そう、夜撮ってみたい気はするんですけどね、多分手持ちのライトないとみんなが映らない気がするんですよね。いや、僕夜撮影得意なんで。あ、そうなんですね。もともとずっと街並みは夜ばっかりやってた。夜が本当はメインの、あの、でもちょっと顔、人物を、そう、顔を皆さんの撮るとやっぱライト、手持ちでライト持たないと多分無理なんで、そういうのも用意します。手持ちライト、動画の撮りたいです、久しぶりに。リカちゃんって映画好きですか。
映画ですか、はい、映画はそうでもアニメやっぱりアニメ、まあでも映画も見ますよ。映画も見る。抹茶、抹茶です。おすごい、抹茶ビール。抹茶ビール、はい、抹茶ビールって抹茶とビール、抹茶とビア、抹茶とビアが合体した、すごい。変わります。ちょっと揺れますね。ここ初めて通る気がする、この道初めて通る。この道はもう完全に、あー怖い。私あの運動室に出しまして、あ、なんかましたよ、ああいう球技とかを見るとこっちに飛んできたって当たるんじゃないかって、避ける能力がないから心配なんですよ。勝手な違い妄想。力車の中で、はい、運動神経悪いって言ったらこれ2人目なんですけど。え、誰ですか。みーちゃんも同じようなことで、みーちゃんは運動好きなんだけどなんか得意じゃなかった、苦手でも、うん、みーちゃんもこの人ちょっとあれしてみてました、ね、ゆかちゃんあのあれですよね、研修どんくらいでしたっけ、研修何回でしたっけ。研修39回です。あ、でも39回なんだ、はい、あ、まだ全然か。もうあの頃はでもダントツで、はい、ポンコツでした。39? 39。なかなかね、39回よく頑張りましたよね。さっき聞いたんですよ、ですか、研修を終わらない、はい、要はプロこれ、まあ、皆さんプロとして考えてるんですけど、はいはい、そのデビューができないまま研修で終わっていく方も多いって、あ、もう自分には向いてないんじゃないかなってやっぱなっちゃう方とかも中にはいらっしゃいますね。変な話、その研修の期間っていうのはお仕事としてなんですか、それとも全くの無給でやるんですか。無給ってお金が発生しないでやるんですか。お仕事ですよ。お仕事としてやって研修なんですか。はい。そうなんだ、すごいすごい会社ですね。研修は3ヶ月とか6ヶ月とかいろいろ。そうですね、人によってです。男性デビューした子だと、はい、11回で受かった。ああ、男性のなんかすごい人、はい、あ、この間ちょっと撮りました。はい、あ、本当ですか。いや、遠目にですけど、彼、あの人ですって、うんうんうん、11回すごいですよね。かなり人によって本当にその辺はばらつきがあります。なんだ、出たボタン、ボタンさん、あの中華レストランなんで、チャイニーズレストランなんですけど、オムライス。そうなんですよ。中華鍋で作るオムライス。そうなんですか。食べてみたいです。はい。まだあの食べたことないんですけど。なんか美味しいらしいです。美味しいらしいって僕も食べてないんで分かんない。まあリカ食べてないけどいらっしゃる。そうですね。リカ食べてない。それこそ。やっぱ意識しちゃうとダメですか、顔が緊張しちゃいます。今暗いからちょっと使えないと思う。あ、本当ですか。暗かった。なんか写真撮る時も、はい、なんか自分の決め顔みたいなのを作りたいんですよ。あ、変顔すればいつやる。いや、変顔ってまだ早いです。まだ早いです。いや、変顔はじゃあ私結構得意です。髪型が変わった時にお願いしましょう。がちょっと早いそうです。結構得意ですよ、そういう。そうなんです。え、何が得意なんですか。変顔とか。変顔得意なんですか。得意ですよ。え、それは見たいな、やっぱり。しょっちゅう、なんちっちゃい時の写真とか、はい、しょっちゅう白目向いたりとか。はい。じゃあ YouTube で生で公開しますか。いや。それはしない。今あの、東京力車のインスタで、はい、あの企画で、はい、今の自分と昔の自分の比べる、はい、あの投稿が今あるんです。あれ、なんか見た。本当ですか。うん、誰なんだか分かんないけど、子供の写真、あ、ゆかちゃんかな、子供の写真載ってた、子供の頃の。そうなんです。あれ、ゆかちゃんもあんなかったっけ。いや、まだ載ってないですけど、楽しみにしてます。そうです、この時の、その時の選んでたんですよ、はい、どの写真にしようかなって、はい、写真見返してたら、のり目、白目、なんか変顔みたいな。もう意味わかんないの、ばかりで。どういうことみたいな。見てないけど面白い。
写真にしました。あ、そうだね。だからね、寄り目が良かった。あの七五三の時の写真にしました。そうだね。七五三は割と可愛いかなと思います。あ、そうだ。皆さん、ちょっと楽しみに。今日は建国記念日ですね。多分そうです。多分建国記念日。私あのバスに、はい、翌日の日ってあの旗ついてるじゃないですか。え、そうなの？え、そうです、そうです。知らなかった。日本国旗みたいな。知らなかった。のがついてて、はい、あれ祝日限定っての知らなくて。そういうことなんですね。じゃあ今日はバスについてるんですか？ついてます、ついてます。全然気がついてない。ちょっと見てみてください。はい、その今バスを見て、はい、あ、そういえば今日祝日だと思って。確かにね、この仕事してると曜日感覚とかなくなりますよね。もう完全に今日は、でも金曜日ですね。今日金曜日です。本当にほぼないです。僕も全然分かってないです。今日まとめて、これ正直に言うとまとめて何人かの撮って、うん、土日はひたすら編集っていう。じゃあ明日、明後日はもうひたすら、はい、こもってずっと編集です。すごい、もう西日がそうですね、キラキラする時間ですね。あっという間の今日。そう、これでもフィルターとつけててもやっぱりこれだけ強い西日はちょっと飛びますね。あ、本当に。結構濃いめの ND フィルターつけてるんですけど、私もやっぱこの間撮影した写真を、はい、この間休みだった時に取り込んで携帯で見てたら、自分で撮ったやつ。あ、そうです、そうです、はい、気に入らないところとかを昨日かな、昨日編集したんですよ。 YouTube です。言っとかないとね、あのカットしてっていうこともある。あ、ゴリさんとスーちゃんです。で、ゆかです。ゆかちゃんです。スカイツリーは出てきたんですかね。そうなんです、かもしれない。もうエンディングが近づいております。あっという間に、あっという間に、何分でしたっけ、60分ぐらい。今日60分、はい。これでこれをきっと今から編集していただいて、今切ってましたよね。今切りました。今ね、あの、間違えたんです。え、今寄り目したの映りました。大丈夫。あ、よかった。あの、僕が入っちゃったんで切りました、ね。あ、そうですね。手元でちょっと間違えました。あの、インカメに、インカメに入ってました。これ手元で実はあの、いろんなことができるので、ちょっと触れる。おー、魔法のロッドです。もうすぐでバレンタイン。バレンタインですね、はい。バレンタインって日本の文化なんですか？知らなかった。なんか海外だとお花あげるみたいなの聞いた。ああ、はい。もう2月14日バレンタインデーですから、はい。今日朝楽屋に、はい、あの楽屋にソファーあるんですよ、私更衣室に、はい。そこにあの通り木の中で一番いい男からって書いた、誰からかわからないチョコレートが置いてあって、あ、すごいですね、朝からあ、バレンタインだと思って上がります、ね、テンション上がりました。甘いもの大好きなんで。そうなんです、ね、すごい嬉しかったです。バレンタイン、でも雪降るみたいですね。また、はい、バレンタインの日に。え、そうなんです、そうなんです。月曜日、
月曜日ですね。月曜日に雪に来て、これ雪の日はね、取りに来るか迷うんですよね。そうですね、ちょっと寒いし、ね、そうあれですよね。そうなんです。あ、バス、あ、バス、あ、本当だ、なってますね。そうだ、見えるかな、映んないかな、あ、取れなかった、はい、またきっといます、はい、本当だ。そうです、あっという間です、ね、一瞬バスの国旗が映るのがいいかな。あ、こんな感じです。あ、映りました、ありがとうございます。それを最近知って、はいはい、私も今知りました。あ、ちゃんとなこういうなんか違いあるんだと思って、はい、ちょっとワクワクしました。しますよね。これをちょっと共有したかったんです。いい香りがする。亀十三の、亀十三のですね、すごい香りする。 あっという間ですよね、60分で。これはノーカットで、はい、あの字幕だけ入れて、そうですね、ほとんど前回 あの作っていただいたのと同じような感じ。そうですね、まあなんかね、あんまりカットしないで欲しいみたいな、乗ってる感じになるからね。もうあるし、リアルな会話が聞きたいんじゃないですかね。はい、戻ってきました。あっという間に戻ってまいりました。ただいまです。ありがとうございます。いい男がいっぱいです。グッドルッキングガイばっかりです。本日も貴重なお時間ありがとうございました、はい、じゃあ下ろしてきます。はい、お願いします。せーの、1、2、ありがとう。どうぞ。近い。あ、近い。すごい、めっちゃ近い。じゃあシートベルト外しますね。はい、近いんで、リトルキングガイを乗ります。あ、後ろ姿ですが。はい、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。あちらで、はい、じゃあここであれですね、はい、最終シーンにしますね、はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。登録してね。登録してね。じゃあ飲みたいな。ちょっとこっちもう一回飲みたい、はい、飲みたいな。度数40度ぐらいあるらしいです。そうですね。美味しいですね。なんか本当にすごいお正月の時ぐらい多い気がする。いらっしゃいますよ。久しぶりに。そう、音の天龍寺、はい、天龍寺とか、はい、あとは何だっけ、長い名前で忘れちゃった、はい、紅葉がとっても綺麗なお寺に行きます、はい、行くんですね。で京都に行った時に、はい、金山水のお寺もちょっと見に行きます。渋い趣味。でもなんか全然神社始めるまでは、はい、あんまりそういうお寺とか神社とかに興味なかったんですけど、そうなんですね。神社始めてからやっぱ気になります。よろしくお願いします。スタートしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 My name is Misa, nice to meet you. なんかこのくらいの時間がすごい今大人気で。あ、そうなんですか、うん、結構バタバタする感じ。朝早いとね、私たち朝早くから準備して立ってるんですけど、朝早くから出かける人あんまりいないです。ああ、そうなんです。じゃあ今度は朝予約してきます。ありがとうございます。
静かですね。やっぱそう撮影向きなんですね。撮影向きですね。結構撮影の方がこっち側を紹介してます。そう思います。よかったですね。本当にその蔵前神社もお見せしたかったんですけど、はい、本当に道路を走るの。ああ、それは今たくさんいただきましたので、ありがとうございます。ゆかちゃんに答えてもらいたいと思います。はい。質問コーナー。質問コーナーです。アンドロメダさんですね。はい。他の国の言葉は話せますか？話せますか？あ、はい、今戸神社。この間あれですよ、ゆかちゃん、今戸神社、ジャパンエクスプローラーさんと上がってました。そうだ、行きました。ですよね、最近見ました。なんか、降りてやるのってなかなか、撮影するの、英語で伝えるの難しいな。あ、上がったの見て。あ、そうですね。はい、それ見て、急いで予約しました。あ、本当ですか、ありがとうございます。はい、そしたらもう予約が埋まってて行くんですけど。そうなんですよ、久しぶりで。ちょっとなんか次いつ来られるかもわからないんで、はい、ヤンキャラクターこのままでいいですか？あれはキャラクターですね。希少なキャラクターってやったらレアキャラクターと言います。スローガですか？あのですね、あのリールとかリールとかストーリーとかにもあげたりいろいろするのと、あと猫こちらどうでしょうね、はい、サイズが合わない。あと実はこの最近はですね、使ってて撮ったときは、すごいやっぱりクリエイターさんの方